バレーボールパリ五輪予選男子東京大会日本3のゼロスロベニア7日東京国立代々木競技場動画はこちらから藤井さんと共に冠類の歓喜の輪第6戦が行われここまで4勝1敗同士の世界ランキング4位の日本と同7位のスロベニアが対戦し日本が3対025から2125から22 25から18で勝利セット率でスロベニアを上回ることが確定して2位以内が決まり2008年北京大会以来となる自力での五輪出場を決めた今予選では2戦目のエジプト戦でまさかの黒星絶対に負けられない崖っぷちの戦いを全てストレートで制して快挙を成し遂げた 自国開催だった21年東京五輪に続く2大会連続の大舞台では、金を獲得した1972年ミュンヘン大会以来のメダルを目指す。日本は西田有二、パナソニック、小野寺大使、サントリー、関田正宏、J テクト、高橋健太郎、東レ、高橋愛、日体大、石川祐希、ミラノ、リベロの山本智弘、パナソニック、 の布陣でスタートした第1セット序盤はサーブミスなどが響いて1・6とリードを奪われた。それでも日本は粘り強いレシーブから高橋愛が強烈なスパイクでの連続得点や高橋と小野寺のブロックなどで追い上げ16の16に。ここで石川が決めて勝ち越した。終盤スロベニアの追い上げにあったが最後は3連続得点で締め25から21で先取した。 第2セットもスロベニアが先攻も、3の5から高橋愛が難打ちを決めるなどして3連続得点。その後は西田のサービスエースが生まれるなどしながらシーソーゲームの展開に。激しく両チームが主導権を奪い合ったが最後は日本が押し切った。第3セットは五輪切符目前の日本が勢いそのままに序盤から攻勢をかけた。要所で西田が豪快なスパイクを決めたほか、 石川も効果的な得点を挙げるなどして満員の観客とともに歓喜の瞬間を迎えたこのほかトルコはエジプトに勝ちセルビアとともに3勝3敗としたエジプトは4敗目2勝フィンランドはチュニジアを下して初勝利をマークチュニジアは6連敗となった日本は今夏に開催されたネーションズリーグで3位と躍進 3位決定戦では16年リオデジャネイロ五輪で銀メダルを獲得しているイタリアを破って、主要国際大会46年ぶりの表彰台に立った。その後のアジア選手権では優勝を飾っている。パリ五輪予選は日本など3カ国で24チームが3組に分かれて開催されており、各8チームが総当たりで争う。2位までが五輪出場権を得る。五輪出場の12枠のうち、 開催国フランスを含む7枠が今回の予選で決まる。残る5枠は来年6月24日時点の世界ランキングを機に決まる。